それでは皆様お待たせいたしました。 DB スターマンとディアーナから、本日は風花さん、ゆきはさん、ありささん、さくらさんの4名にご登場いただきます。そしてパフォーマンスを披露していただきたいと思います。それでは大きな拍手でお迎えください。 DB スターマン、そしてディアーナの皆さん、よろしくお願いいたします。試合日に屋外ステージやグラウンドで横浜スタジアムを盛り上げるために、まともなパフォーマンスを行っております。本日は私たちディアーナと DB スターマンでラゾーナ川崎プラザを盛り上げにやってきました。本日はよろしくお願いします。さあ、本日は横浜 DeNA ベイスターズ応援キャンペーンということで、観戦チケットやスペシャルグッズが当たる抽選会がありますので、皆さんぜひそちらも応募してみてくださいね。はい、はい、そしてここからはスターマンとスターマンとのスペシャルコラボステージがあります。はい、皆さん一緒に手拍子や大きな声を出して一緒に盛り上がっていきましょう。さあ、それではマスコット&ディアーナステージのスタート。あ、ここからはパフォーマンスでメンバーを紹介していきます。皆さん一緒にクラップをお願いします。チャップチャップチャップ松本さん、チャップ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 、華麗に舞います。ねえねえ、ゆきは、表現力の持ち味、何度も重なる
用紙ありがとうございました。ご登場いただきますが、スターマンはここにいるんだよね。ちょっとまだいて、このままいてくれるのかな。ディアーナはこの後登場またいただきますね。はい、この後はですね、ディアーナの皆さんにも登場していただきまして、ハッピースターダンスの振り付けを教わって、みんなでハッピースターダンスを踊っていきたいなと思います。それではね、ディアーナの皆さんにも再びお越しいただきたいと思います。ディアーナの皆さん、それではお越しください。それではみんなで踊るために、ではハッピースターダンスの振り付けを教えていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。さあ、今からは皆さん一緒にハッピースターダンスを踊っていきましょう。この曲にはポイントが3つあるので、皆さんぜひ一緒に覚えて一緒に踊ってみてください。まず1つ目のポイントは、そしたら頭の上で大きなハートマークを作ります。皆さんハートマーク作れてますか？バッチリです。そしたらそのハートマークを少し横に傾けます。これでベイスターズとベースボールの B の完成です。この曲にはこのポーズが何回か出てくるのですが、その中にその時歌詞で好きですベースボールと言っているので、皆さんその歌詞に合わせて可愛くハートマークしてくださいね。それでは一度歌詞に合わせて練習してみましょう。皆さん準備はいいですか？いきますよ、せーの、好きですベースボール、バッチリです。皆さん完璧だったので、早速次の2つ目のポイントに行きましょう。次の2つ目のポイントはバットを構えます。そしたら左にバットを構えるポーズをしたら、バットを振っていきます。これも歌詞で打って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 と言っているので、皆さん音楽に合わせていっぱいバット振ってくださいね。そしたら次は3つ目のポイントです。最後はお星様を飛ばしていきます。両手をパチンと合わせてツンツンしていきます。この時にお隣の方とツンツンしたり、大きくツンツンしたり、小さくツンツンしたり、たくさんお星様を飛ばしてみてくださいね。それでは早速音楽に合わせてやっていきましょう。皆さん準備はいいですか？いきますよ、ハッピースターダンスミュージックスタート。まずはお空を指さします。なでぐるぐる回してハートマークいきますよ。せーの、ベースボール。さあ、バッターのポーズ、ハートマークしていきましょう。バッチリです。ここで書いていきましょう。
ターマンもありがとうございました。そしてなんですけれども、もしよろしければうまく踊れなかったっていう、ね、方もねいるかもしれないので、もう一回やってもらってもいいでしょうか。じゃあ最初に踊りましょう。よろしくお願いします。さあ皆さん、さっきよりももっと踊ってみていただければと思います。それではあっという間ですが、このイベントも終わりの時間となってしまいました。あーここまで、ね、お付き合いいただきましたTV スターマン、そしてディアーナの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。最後なので、ディアーナの皆さんから何かお知らせがあったらここでいただけたらと思うんですが、はい、本日この後1時よりエスコンフィールド北海道にて北海道日本ハムファイターズ戦が行われます。今日も絶対に勝って3連勝できるように、皆さんで北海道へ熱いエール送っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。可愛らしい姿で盛り上げてくれた DB スターマン、